通路なんですけど、ここ本当本当ね、本当安全通路だって。こいつ何気づいたんだろう。犬あ、犬、え、割り込むな、はいはい、こ、あ生物を大事にして、これはね、これは文明成功したのは中国人のおかげ。え、ファミマって普通夜こうやってどんどん時間が流れるんですよ。どうしよう、アイスクリーム食べたい。いや、違う、落ち着け。本当だ、ほらほら、ほらほら、かなり YouTube 出したら怒られる。私ね、世界のお弁当見るの好きなんですよ。なるほどね、うん、差が出ます。差が出ますよ、だって。あと音楽一緒なんで気づいた。チャラララララ、チャラララ、これすごいね、こんな肉1枚入ってんの。あ、見えた。え、あ、ほんとだ、ほんとだ、でかいでかいでかい、おー、なるね、わかるよ。スカイツリーみたい、やば。それもピンクや。確かに好きじゃん、ピンク好き、いいじゃん。RPG の世界ある、隣の街に来た感じ、すごい、すごいある。はぁ、これはすごいやばー、これはいい、すごいね。これさ、運転したくないなと思って。聞いてると思うわどれ行ったらいいの、どれ行ったらいいのって。なるなる、運転センター街なのさ、なんだっけ、神宮外苑の周り。あ、はい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 、あそこ永遠に抜けれなくなるやつ。あの、いつも家に帰る方向と首都高分かんなくなっちゃう、分かんなくなる、上乗りそうになっちゃうんだよ。あ、あのビルが我々が我々が今地元歩いてましたね。そうだね、すごい、みさこ、夕焼けやわ、夕焼けやわ、ええー、な。あ、あれ地球儀やん。あ、ほんとだ、テレビ塔の下地球儀なんだねって言ったのは下ではなかった。なかったね。もうなんか下についてるように見えてたけど、うん、結構距離あったんだね。美佐子さんの上海旅が終わるわけでして、はい、本日11時過ぎに着きまして、はい、なんだかんだ上海空港を出たのが12時32分とかのモーレールなんですよ。はい、そう、やっぱね、降りるのにはやっぱ時間かかる、30分ぐらいかかるじゃないですか。で、バッケージないにしろ今度出るのにも時間かかったわけですよなるほど、なんで正味ちゃんと楽しめたのが、まあ、3時間半ぐらいとということで、6時のね飛行機に乗るんですけども、時刻は4時過ぎということで果たして帰れるのかいや、上海楽しかったです、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でしたはい、帰れませんでしたって言って始まらないように帰ります